ここでの目的は果たした。もう俺たちはこの場所にいようあれ。今から伝えるのは最後の船長命令だ。よく聞け、白ひげ海賊団。最後ってちょっと待てよ親父、縁起でもねえ。一緒に新世界へ帰るんだろ親父。お前らと俺はここで別れる。全員必ず生きて無事新世界へ帰還しろ。ほら時代の残党だ。新時代に俺の乗り込む船はねえ。行け野郎ども。やだ親父。船長命令だ、行くんだよ。ずいぶん長く旅をした。蹴りをつけようぜ海軍。おかしい。エース行こう、おっさんの覚悟が。分かってる、無駄にはしねえ。白ひげを討ち取れ。聞かせろエース。俺が親父でよかったか。もちろんだ。ラララララララ何という失態だ。奴らを逃がしてはならんぞ。来ました。エースさん、ルフィ君、船へ走れ。お前さんたちは狙われとる。おっと、簡単には逃がさねえ。道を塞いじまうのが早いか。氷、俺の炎で溶かしてやる。覚悟はいいな。親父を置いていくなんて嫌だ。行くぜ、急げ。親父の言う通りにするんだよ。どいてくれるか。逃がさねえと言ったはずだ。覚悟はいいな。気が空いてじゃ凍らねえな。お前も言えねえ。お互い様だろ。あれだけ暴れたんだ、もう限界だろ。で止まるわけにはいかねえんだ。やけどするぜ。おっとっと。これで決める。おっとっと。覚悟はいいな。行くぜ。これで決める。
どの道逃げられねえよ。助かったと思ったか。ここがお前たちの処刑場だ。剣と麦わらを処刑しろ。あらら、やってくれる。すまねえ。エース、行こう。おっさんの覚悟を無駄にはできねえ。強くなくなる。いつかエースも超えてみせるさ。じゃあまだ今は行くぜ。十字架。本気でこのマリンボードを海に沈めるつもりだ。俺の命と一緒にな。エース、あと少しで逃げ切れるぞ。エースを解放して即退散とは、こんな腰抜けの集まりじゃのう。白ひげ海賊団、船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃき。エース、敗北者取り消せよ。今の言葉、くれたんだ。お前に親父の偉大さの何が分かる。こん
人間は正しくなけりゃ生きる価値なし。年配な海賊に行き場所はいらん。覚悟いいね。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にゃあつらえ向きじゃろうが。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。ボギアじゃ言うて油断しちょりゃせん。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。おー、みちょれ。おい、待て、ルフィ。まだ息はありそうじゃの。次こそお前じゃ、麦わら。赤犬さん、危ない。レイゴー、どれ。ごめんな、ルフィ。エース、急いで手当て。ちゃんと助けてもらえなくてよ、すまなかった。何言ってんだ、バカなこと言うな。誰か手当てしてくれ、エースを助けてくれ。無駄だ、自分の命の終わりくらいわかる。もう持たねえ。だから聞けよ、ルフィ。何言ってんだ、エース。死ぬのか。約束したじゃねえかよ、お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ、心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう大声も出ねえ、ルフィ。俺がこれから言う言葉をお前、後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を。
愛してくれてありがとう。あ